皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい。今回なんですけれども、ガチャがやってまいりました。というところでお知らせ通り、4時から、まあ、かぐや様のガチャが来ておるというところで、まだ大方の予定通り、こう、発信と、信任かなの、2パターンの、まあ、かぐやが、新規実装というところで、ガチャガチャも、こう、分かれて、出てるというような感じですね。で、まあ、9日なんで割と長いんかな？うん、長い方やと思うんですけれども、初回と20連目は割引30個、40個っていうような形で、両方ともなっておるというところで、30連目に関しては、その確率が上がってるよと、はい、いうようなところなんですが、まずは発信のかぐや様から見ていきましょう。これも3回目もね、一応 5% なんで、まあそこそこ、うん、確率アップしとんですけど、多分、大きい数字は、いやね、そうやね。下の方が出る確率の方がかなり高いというところなんですが、通常枠では 0.4% ですね。まあ、いつも通りっていう感じ。で、一応、まあ、性能は、ちょっと見ていくわけなんですが、まあ、歴代の家具屋、に、なんちゅうね、家具屋さんやなっていう感じなんですけど、やっぱり個人的には、すごい強いイメージですね。この見る限りでは、強いなっていうような感じですね。まあ、こっちやったら新人かな。発信か新人がおったら、持ち系効果を、バトル開始時に、ぶっ放すというところで、大体今の環境の中では、昇級試験に関して言えば、発信新人っていうところで言うと、まあ、ほぼの確率でね、やっぱ出るんちゃうかなというような、感じなんですけれども。まあ、性能の方はね、まあ、当たってからじっくり、こう、見ていこうかなと思うわけなんですが、まあ、こっちは発信ね。で、こっち、新人キャラの方の、かぐやなんですが、まあ、こっちに関しては、ナルトとサスケかながおったら、先制攻撃とか、一応ダメージに関してはカット、無効とか、カットとかが入っておるというような感じ。で、こっちは即死、まあ、発信も即死あるね。で、こっちに関しては、相手にデバフみたいなのをかけて、高確率で、状態解除時に、高確率で、即死というような感じなんで、まあまあ、やっぱりこれに、発信に引けを取らず、強いかな、というような感じですね。で、両方ともっていうか、必中のスキルなんで、ありがたいな、っていうようなところですが、まず、発信の、かぐやを狙っていこうかなというところ。ただ、石がちょっとまだね、100個しかないんで、明日待って150個なって30で引くっていうのがやっぱいいんかなと思うんですけれども、とりあえずもうちょっとね、引くことを、まあ、1日は我慢できないんで、はい。とりあえず申し訳ないんですけども、まあ、最大で20連引いて、行くっていうような感じ。もちろん、10連目で出たら、神の方に行こうというような感じにはなっていくんかなと思うんですけれども、まずは、行きましょう。さあ、タップね。ガクッとするような感じですね。まあ行きましょう。はい、1枚目。2枚目。3枚目。まあね、自分ね、ことかぐやのガチャに関しては、ほんとね、全然なんで、もう今回もね、あんまりね、こう、力んで、こう、期待ばっかりすると、なかなか当たってくれないと思うんで、辛い部分であるんですが、まあもう、まあ当たらんしよ、みたいな、おっとと、これは、あ、違う、これはなんかもしかしたらピックアップなのかな、当たらんしよ、みたいな感じで、おっとびっくりした。はい。これ、新規ですね。かぐや。もう、だいぶ昔のキャラですけど。いや、持ってなかったんで嬉しい。これは。持ってたら残念やったけど。はい。次ラストぐらいですかね。あ、まだあったね。まあ、ここは黄色やったら、激発演出やったわけなんですが、まずは、初回10連で、最初の、初期のかぐやね。まあ、これも出た当初は、もう環境を取ったようなキャラなんですが、今となってはっていうところではあるんですが、まあ、とりあえず、これ何パーかな。とりあえず引っこ抜けたんで、かぐやは。
なんかいい感じになってきておるのではないでしょうか。あ、でもこっちの、あ、でも下のこの辺の確率か。これやね。え、これかな。あ、これやね。あ、7% なんや。あ、なるほど。いや、でもかぐやを引いたっていうのは流れが来ておると考えてもいいんじゃないでしょうかというところでタップだってばよできたと。あ、まあ残念ですね、これは。まあでもさっきもタップでちょっと期待薄のところから引いたっちゃ引いたんで、まあ期待はしていきましょう。ね、はい。うん。3枚目。4枚目。うん。5枚目。出ないね、若が。6枚目。はい。ああ、7枚目ね。8枚目。後編ね。9。10枚目。はい。ラスト。はい。ダメ。いや、まずわけで、あれあ、何気に、これ、あ、死ぬか。いや、なんか、あ、と思った、思ったんですけど、まあ、2連続で一応は、まあ、9とはいえ、新人キャラは引けておると。いや、もう 7% の枠やね。7% の枠を引いとんで、次は 5% の枠ができるんで、まあ、5% いけるっしょ、みたいな感じには、なるかなと思うんですが、ちょっと、またログイン、もろもろ、あとはイベントとかこなして、ちょっと石を貯めつつ、まあ、とりあえず30連ずつはしようかなと、まあ、できたらね、行きたいなとは思ってるんですが、とりあえずは発信の方、30連目次、の動画でまたお知らせ、できるかなと思います。はい。で、今回は、初期の神、かぐやと、あと、神のマダラ、一応は、10連ごとに引いておるので、流れは来ておるというところで、また明日、はい、頑張っていきたいかなと思います。というところで、今回の動画はここでお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。